はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。今日もですね、今日はですね、まだちょっと暑い日が続いているので、もう今日はまた簡単にできる、もう不器用さんでもできるお団子のアレンジをやってみました。はい、はい、あー一応で、今日はもう一応小家さんに、あ、美咲さんですね、はい、すみません、美咲さんに自分でできる簡単なお団子の方法をやってもらいます。なので、手の動きだったりとか、ゴムの結び方とか、いろいろこうなんか自分でどうやったらいいかなっていう部分もあるかなと思うので、その辺も分かりやすく解説してますので、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまずリレイのラップミストをつけていきます。なるべく全体に締め渡るようにつけていきます。で、次にブラシで溶かしていきます。次に顔周りの遅れ毛を下ろしていきます。はい、次に全体の髪の毛をお団子にまとめていきます。手ぐしでしっかりと溶かしながら、トップの方に向かって髪の毛を集めていきます。だいたいこの辺りの位置ぐらいでまとめておきます。で、ここでゴムで結んでいきます。この時緩まないようにしっかりと結んでいきます。だいたいこのぐらいの位置で結んでいきます。で、毛先の部分をちょっとギュッと引っ張ると根元が結構締まってしっかりと固定されます。で、次に毛先をお団子に丸く、この時のお団子の大きさはなるべく小さめにやってください。で、その次にゴムでお団子の部分をこのまま結んでいきます。ここもしっかりと結ぶのがポイントです。で、次にお団子部分を少しだけ広げます。左右に髪の毛の毛束を引っ張って、ちょっとお団子を広げるというか大きくするようなイメージでやっていきます。で、次に毛先の部分を根元の部分に巻きつけていきます。ここもなるべくしっかりと巻きつけるようにします。で、その次にヘアアクセで留めていきます。毛先の部分と根元の部分にピンが挟まるようにしっかりとつけていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。まあ、こういうちょっと襟足の遅れ毛とかは、まあ普通にちょっと髪の毛まとめたら落ちてくるかなと思うので、まあそのままなんかオイルとかつけてまとめてあげると可愛いかなと思います。結構シンプルにできるお団子のアレンジですので、よかったら参考にしてみてください。